やっぱりあれなんで、まあ、次何でストライクを取るかっていうのがちょっと見ものですね、はい、さあここでノーツーでストレートでストライク取るのはなかなか苦しいでしょ。そうでしょうね、石井は自分で一番いいボールはスライダーだと思いますということで、やはりスライダーをなんとかこのストライクゾーンに投げたいところでしょう。ノートゥー打ったバリーボールズグランドスラム、逆転のグランドスラム。さすがに昨シーズン73本のホームランを打ったバリーボールズ、日米野球このシリーズ5本目のホームランがなんとなんとこの広い札幌ドームの満塁逆転ホームラン、メジャーリーグプライド意地を見せつけましたバリーボーンズ。独特のポーズ変わらないんですよね、それがすごいです崩されないんですもん、全て同じ形で捉えますよ。